はい、どうも、こんにちは、こんばんは。寒くなってきたから、もう半袖なんか着てないぜって人は高評価どうもするひです。ということで、今回はなんですけど、今回はですね、スキビリウォーズを見ていきたいと思います。まあね、先週ぐらいからちょっとスキビリウォーズを、見させていただいて、まあまだね、ちょっと半分ぐらいしか、見れてないので、ちょっと今回はね、スキビリウォーズの、ね、シーズン19、まあ正確に言うと73話ぐらいからかな。73話ぐらいからちょっとね、見ていこうかなと思います。まあ本当にね、スキビリウォーズも、スキビリ通りの本家とね、まあ、若干なんかね、質感とかが違うんですけど、まあなんか本家よりかっこいいかもしれない。すごいね、かっこよさだったりなんかね、臨場感だったりは結構あったりするような感じになっていて、まあストーリーもねすごい面白いんで、まあスキビリトイレをね見てる人ならまあね誰でもちょっと楽しめると思うので、早速ね見ていきたいと思います。さあということで、早速ね見ていきたいと思います。いきましょう。ってことで、前回なんかあれだよね。そう、このね、カメラマンと、なんだっけ、タイタンカメラマン、タイタンスピーカーマン、タイタンテレビマンと、あと、なんだっけ、トライタイタンみたいなやつだっけ、ごめん、名前忘れちゃった。トライなんていうみたいなやつが、全員集合して終わってね。そう、戦い始まってますね。このでっかいやつ。こいつの名前わかんないんだよな、ちょっと。こいつの名前調べ忘れたわ。なんでこのでかいやつ。さあ、合ってるよね、これトライタイタンで。さあ、トライタイタンって、いや違うな、タイタンカメラマンか、まず。さあ、タイタンカメラマンが攻撃しようとするけど、うわ、強いな。こいつがバカ強いんだよね、マジで。いやー、あ、もうバットか。いきなりバット。え、やばくない?大丈夫?うわ、危ない。さすがにね。さすがに切らせんぞと。これ何これ?これサイエンティスト?これ。なんか若干イケメンになってない?サイエンティスト。え、なんか気のせい?まあまあまあさ、トライタイタンがさ、攻撃していきますけど、うわ、強いんだよね、この。いや、もうバルタン星人みたいだから、僕、バルタン星人呼んでんだけど、こいつ名前なんて言うの、ちょっと。ちょ、シーズン20も今回見ていこうと思うんですけど、シーズン20見る前にちょっと調べとこう。その前に、いや、でもこのシーズン19でこいつ負けるかもしれない。だって4対1だよ。4対1はさすがに辛くない？いや、でもトライタイタンとこんなに、ね、しっかり戦えてるっていうのを考えると、いや、ワンチャンあんのか、こいつ。うわー、痛そう。刺されたよ、トライタイタン。あ、でもトライタイタンの方が強い。強いね。さすがトライタイタン。え、大丈夫?なんかやばそうだけど。うわー、だよね。うわー、やっば。バカ強いやん、それ。いや、でも負けねえと。なんだ?あ、テレビ攻撃?さあ、どうだ?聞いてはいるけど、そんなダメージ入ってないのか。さあ。どうなんの、ここから。なんかナイフ突きつけてるよ。サイエンティストが後ろ隠れてる。うわー、なになになに、え、なに、あ、消えた。あ、消えて、逃げたんだ。多分。なんか言ってる。なんて言ってんだろう。あ、さあ、多分これ次の回だね。74話とかぐらいなんじゃないこれ。なんだ、ジェットパック拾ってるけど。誰のジェットパック？あ、これタイタンスピーカーマンのやつか。あ、さ、あれ待って、あ、これタイタンテレビマンじゃなかったわ。あ、そうだよ、なんかちっちゃいなと思ったら。え、あのなんかタイタンテレビマンもどきみたいなやつ何?あ、さ、流したね。次、プランジャーテレビマンじゃん。え、すごっ。プランジャーテレビマンかっこよ。え、すごいわ。オリジナルキャラクターいいね。なんだこれ。あ、さ、強い。さすがスピーカーマン。さあ、グッドと。でも、グッドした後はね、こういうね、そうなんだよね。ちょっと、最初の方、うまくいってるなーってシーンになったら、これね、ちょっと悪いシーンが来るんですよ。なんだこいつ、てか。こいつ初登場だよね、このスキビリトイレ。やばい、骸骨スキビリトイレやばくないこれ。あ、そう。え、骸骨テレビマンなんだけど、これ。ちょっと、え、骸骨のマークになってたけど。やば、こいつ強っ。え、こいつ強っ。こいつ名前なんて言うんだろう、ブラックテレビマンとか。でもテレビマン自体が黒いからな。普通にプランジャーテレビマンか、これ。さあ、おにぎり逃げれた。うわ、おえー、スピード速っ。この強そうなスキビリトイレ何、まさかお前一人でやっちゃう。え、何、乗っ取られてない？乗っ取られてたよ。え、どういうこと？いつ乗っ取った？何、あの緑色のあの光って乗っ取る光だったりする？マインドコントロール光だったりする？あ、そう、なんかいっぱい人いるね。これね、全員乗っ取られてんじゃないの？怖いんだけど。え、何やってんの？あ、ほら、だよね、乗っ取られてるんだよ。いやー、やばい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 。あ、やばいよ、あー。
やばいやばいやばい、なんかグロ、怖い怖い怖い。あ、なんだ、おお、こいつ何、え、誰お前ら、なんかまた新しいの出てきた。わかる、なんて名前だよこいつら。え、なんか新しいの来たよ、ほら、新しいテレビマンみたいなの、メカテレビマンみたいなの来たけど、え、やばい、このカメラが、あ、やばい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 、え、何？なんだ？自滅するってこと？あ、多分そうだ、グレネードみたいなの持ってたから、うわー、かわいそうに、え、何？あ、やばい、え、大丈夫？あ、やばいやばい、この骸骨のやつがやっぱり乗っ取ってんだわ、あー、え、何こいつ、うわー、なんだなんだ、もうすごい引きずり回されてるけど大丈夫？いや、こいつ怖っ、怖すぎる、普通にシンプルに怖い。え、何、え、あ、やっぱ音でやれ、うわ危ない、今音で殺されかけてたところを助けてくれたのかね。はい、なんかトライタイタンのちっちゃいバージョンみたいな感じがするんだけど、気のせい、しかも音全く聞いてないやん全く聞いてないよ、ほらで、やり返しちゃってる。いや、だいぶ強いぞこいつ。さあ、え、なんだ、ちょっと怒ったね、うなってたよ、大丈夫、本気出しちゃったんじゃないの、あの、え、あのスキブリトイレが、骸骨の緑色のやつ、あ、出た、プランジャースキブリトイレ、あ、プランジャーテレビマン、で、なんだこれ、なんかテレビマンたちがすごいなテレビマンたちすごくない、なんかめっちゃ大暴れしてない、なんか踏み潰されたし、誰、え、このでっかいの誰、あ、これタイタンテレビマン、これは、うわー、タイタンテレビマン大丈夫、え、突然現れて、なんか突然やば、やばくない、なんか、え、やばい、乗っ取られない、え、ちょっと待って、乗っ取られてない、大丈夫、絶対乗っ取られたでしょこれ、あーあーあー、まずい、やばい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 、え、これやばいわ、え、あ、これでシーズン19終わりか、ちょっと待って、え、なんか意味わからんキャラいっぱい出てきたし、なんか、え、ここのしもさ、突然タイタンテリーマンが出てきたりして、ちょ、びっくりしたんだけど、こいつら何、こいつらびっくりしてよ、新キャラ出てきて、でもこいつも新キャラだよね、この緑のやつ、こいつが今大暴れしてるけどさ、大惨事だよこいつのせいで今、いやー、ちょっと待って、シーズン20じゃ見ていきましょうか。さあ、ということでシーズン20見ていきましょうってことで、なんだこいつ、なんだなんだなんだ、あー、乗っ取られてる、これか、乗っ取られてるタイタン、え、なんかすごい、待って、え、タイタンテレビマン、え、待って、何今の、え、なんかさ、タイタンテレビマン最後に乗っ取られてたじゃん、それじゃない、じゃないよね最後のやつ、え、マイク、ちょっと待って、また新しいキャラ出てきたって、もうどうなってんだよこれ、ちょ、また新しいの出てきた、もうちょっと待って、もうやばいって、そろそろ僕の脳が爆発する、待って、新しいのがさ出てきすぎてて、なんか すごいんだけど、これ本当に合ってるよね、え、ちょっと確認する、ちょっと、いや、今確認したら合ってたわ、今確認したらちゃんと繋がってたんだけど、どういうことこれ、もうなんかもう話が全然わかんない、え、なんかマイクマンが、え、なに、マイクマン出てきた瞬間死んでるんだけど大丈夫、え、なに、なんだ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 、うわー、なんか来た、なにこれ、これタイタンマイクマンって、これ違うね、でもカメラだよねこれ、でもマイクがついてんだよね横に、タイタンマイクカメラマンみたいな、え、違う、え、こいつ何なんだ、え、こいつどっち、カメラかマイク、まあ、逃げてるよ、大丈夫、お前逃げ切れると思うな、スキビリトイレ、なんだ、あ、音立てちゃったから、あ、音立てなければワンチャン逃げれたのに、強すぎるだろ、強すぎるだろ、え、大丈夫、さっきのマイクのやつは救わなくていいの、なんか味方っぽかったじゃん、あ、そう、てかこいつこいつこいつ、え、これは何、あのタイタン、乗っ取られたタイタンテレビマンとはまた別だよね、やばくないこいつ、うわー、
迫力がすごい、迫力がすごい、マジで。え、なんかほんと映画みたい。ちょっとそう、なんか来たよ。あ、プランジャープランジャーじゃないこれ。あ、違うわ、お前か。そう、こいつ、うん、普通に強いからな。もうなんだ、お前くつろぎすぎだな。そう、お、なんかボタン押したね。え、なになになに、これあれかな、これ、これトライタイタン、これさすがにトライタイタンか、これは。これ以上新キャラちょっとね、今回出てこられたらちょっともう大変なことになるからね、僕の頭が。さあ、あ、これやっぱあれじゃないこれ。え、やっぱあれ乗っ取られたタイタンって、かあのテレビなんじゃないこれ。やっぱりほら、っぽくない、乗っ取られたタイタンテレビマンっぽいよな、こいつ。さあ、なんかやばいやばいやつ来た。目になんか刺さってない？怖いんだけど、これホラーゲームとかにありそう。こういう、この中、え、この顔ホラーゲームかなんかで見たことあるんだけど、このスキブリトイレの、ノーマルスキブリトイレっぽいやつのさ。あ、さ、後ろからなんかヤバいの来た。もうヤバいのしかいないな、ちょっと。うん、ヤバいのしかいない、スキブリトイレ。さあ、ホラーゲームで見たことある顔のやつが一匹投げられていく。やば、強っ強っ。え、めっちゃ強いじゃん。そう、ぶん殴って、なんか、や、え、大丈夫この、え、なんか乗っ取られてるタイタンテリーもなんかヤバそうだったけど大丈夫？めっちゃ殴るやん、オーバーキル。いや、でも強いよ。何？あ、大丈夫、びっくりした。後ろから何か、なんかやられてんのかと思ったけど。あ、さあ、なんか来たよ。え、なんか来たよ。うわー、これ何？これサイエンティスト？多分サイエンティストだな。なんだなんだ、なんか出てきて、なんか投げたぞ。うわ、やばくない？なんか乗っ取ろうとしない？え、大丈夫？なんか乗っ取ろうとしない？大丈夫？なんかちっちゃいやつ走ってったけど。ん、やばい、もうこの作品に、作品を見入っちゃう。もう喋ることを忘れてしまう。やばいやばい、大ピンチじゃん。大丈夫？ちょっとまずくない？え、なになになに。あ、さ、トライタイタンがすっごい、盾？かっこよ、その盾。ハイテクすぎない？なんか、そう、なんか出した、なんか出した、おい、なんか出したぞ。何それ、トライタイタン気をつけて。やばい、トライタイタン、やばい。え、大丈夫？あ、なんか大丈夫なさそう、大丈夫なさそうだな。あ、さ、サイエンティスト救ったね、こいつ。え、あ、さ、まだこいつがいるよ。このマイクと、マイクとカメラが合わさったやつ。あ、逃げるんだね、一回一回に引くと。そういうことですか。さあ、一回ね、基地に戻ってきて。なんかだいぶボロボロだね。まあさ、敵が強えもんな。さあ、なんか、なんか会議してる。マイクとテレビとカメラが、え、あとなんかスピーカーもいたかな、会議してるよ。あ、違う、スピーカーはいなかったわ。え、なんだ、え、なんか書いてある、なんか気を、危険って書いてあるよ。え、なんか押すけど何が起こるの、それ押したら。え、なんだなんだなんだ。え、何何何、なんかやばいぞ、なんかやばいぞ、なんだなんだなんだ、覚醒してる、トライタイタンが。どういうこと、うおー、え、赤くなった、赤くなったぞ。でもバーサーカーモードみたいな。え、何これ、すげえすげえすげえ、かっこよ、エフェクトがかっこよすぎる。え、バカかっこいいんだけど、やば。さあ、なんか警告警報がすごい鳴ってますけど、暴れてんねー。さあ、すごい暴れてます。この名前わかんないから、名前わかんない、こいつマジで名前なんていうの、このオレンジ色のやつ。よくわからんが、さあ頑張れ、よくわからんやつ、かっこいいわ。うおー、なに、お前強すぎんだろ。ちょっと待って、味方も若干攻撃当ててるよ、あのオレンジ色のやつにも。ちょ、気をつけろ、お前強すぎんだから。トライタイタン、いやでもグッドなんだ、でもグッドなんだ。まあまあまあ、倒せたら OK か。
さ、なんか来たけど、もう多分そんな攻撃効かないでしょ、もうこいつ。剣がかっこいい。うん、剣がかっこよすぎる。おお、移動、え、マジで強すぎんちゃった。え、スピード速すぎるでしょ。もうどこ行ってか分かんないでしょって。うえー、うわ、すげえ、やーば、お前もう無敵じゃん。え、無敵すぎない、さすがに。それはすごい爆発してるけど。うわー、首取ってる、首取ってる、若干グロー。いさ、うおー、お前ら大丈夫か、そこ立ってて。さあ次の回、あ、これあれか、これサイエンティスト、サイエンティストと、あれか、あ、な、お前が王なの。え、あ、こいつか、こいつが王なんだ。こいつの名前なんだっけな、さっき調べたんだけど忘れちゃったよ、もういろんなキャラ出てきすぎて。あ、こいつがボスなんだ。なんだっけ、なんかエンペラートイレみたいな名前だった気がする、こいつ。こいつは何、こいつは何なの、こいつ、こいつって、待って、こいつさ、やっぱ別か、あの、さっき乗っ取られたタイタンテレビマンとは。なんだ、え、これ何、あ、ジーマン、これジーマンだよね。なんて言ってるの、なんて言ってるのか分かんねえ。なんて言ってるのか分かんない。いや、なんか会話してるんだろうけど。ちょっと待って、そんな僕は英語分かんないから、一瞬でこれを理解することができない。いや、でも多分ジーマンを救いに行くぞみたいなこと言ってんじゃないの、そんなような気がする。いやー、ちょっとなんかそう、幹部構成みたいなのもできてんだね、この作品すごいわ。うわ、これで終わりか。うわー、面白い、普通に。いや、なんかいろんなキャラ出てきたけどさ、いや普通に面白いしさ、なんかもうとにかくかっこいい。ここら辺とかやばない、これ。ここら辺とかもうバカかっこいい、多すぎるでしょ。いや、まぁ、あ、ちょっといろんなね、謎はあるんですけど、もうマジ面白いですね。まぁ、あ、ちょっとね、まぁ、あ、シーズン21とかも確か出てたんで、まぁ、あ、またね、まあ見ていこうかなと思います。これは面白すぎます、普通に。あの作品っていうか、まあ、映像がすごすぎる。まあ、ということで皆さんね、まあ今後もこれ見ていこうとは思うんですけど、概要欄にね、このね、スキビリウォーズの作者のね、チャンネル貼ってあるので、もうこのスキビリウォーズいち早く見たいよって人はね、ぜひ概要欄から、チャンネル登録ね、しておいてください。そして、僕のリアクションだったり、僕の喋りが、まぁ、あ、ちょっとでもいいなと思った人は、チャンネル登録して通知をね、オンにしておいてください。これからもスキビリ島で本家の人とかもね、いっぱい見ていきたいと思います。それでは今回はね、こんな感じで終わります。では、バイバイ。